総持寺の骨堂爆破事件とは、1972年4月6日に発生した爆弾テロ事件。後に、東アジア反日武装戦線となるグループが起こした事件である。東アジア反日武装戦線という名称が決まったのは1972年末であるが、本校では便宜上、それ以前の当該グループも、東アジア反日武装戦線と呼称する。 神奈川県横浜市の総持ち寺上昇殿に安置されている遺骨は日本統治時代の朝鮮に住んでいた日本人約5000人のものでもともと、形状府内の墓地に埋葬されていたその後無縁物となったこれらの遺骨は当時のソウル特別市の金玄玉市長の計らいによって1970年にソウルの市民墓地に納骨堂が建設されたしかし この納骨堂を損壊する反日テロが相次ぎ翌年8月15日ついに破壊された。やむなく納骨されていた遺骨は日本に返還され相当宗広本山の総持寺が預かることになった。東アジア反日武装戦線は朝鮮人民の抗議運動に抗応するために侵略者の骨を安置する納骨堂を爆破することになった。 結婚日は3.1独立運動にちなんで3月1日が選ばれた。しかし、下見の際にメンバーの一人が寺の職員に顔を見られたことで、大事を取って当面延期しようというグループとそのまま結婚しようというグループに分裂してしまった。校舎のグループは再度仲間割れを起こし、グループそのものが消滅してしまい、結局3月1日に結婚されることはなかった。 そのため、前者の延期派が準備を進め、4月6日に破壊しに偽造した消火器爆弾を爆破させた。地面に大きな穴を開け、大音響を上げたものの、納骨堂の大破には至らなかった。ありがとうございます。